96式自走 120mm 迫撃砲は、陸上自衛隊が装備、運用する 120mm 迫撃砲 RT を、早期車に車載して自走砲化した車両である。防衛省は、略称を、120MSP、後方向け相称を、ゴッドハンマーとしており、配備部隊内では、自走120モーターなどとも呼ばれる。陸上自衛隊唯一の機構手段である北海道の、 第7師団第11普通科連隊では、機構化されている、普通科部隊に追従する、必要上、迫撃砲部隊も機構化されており、従来は60式装甲車の派生型である60、式時走 107mm 迫撃砲及び60、式時走 81mm 迫撃砲が配備、されていた。しかし、60式は正式化から30年以上が経過し、 老朽化が著しいことから、普通化連体重迫撃砲中隊に配備が始まっていた 120mm 迫撃砲 RT を搭載する自走迫撃砲が開発されることになった。開発は1994年に開始され、車体に既存の車両を使用したことから翌1995年には試作車が完成し、1996年に正式化された。車体は、 日立製作所が生産を行っている。シャーシは92式地雷原処理車からの流用であり、73式装甲車、87式砲側弾薬車ともコンポーネントを共有している。配置は全部左側が機関室、右側が操縦士席となっており、操縦士席の後方に車長席がある。車体後方は戦闘室となっており、 主兵装である 120mm 迫撃砲 RT を搭載する。平成22年度富士総合火力演習で 120mm 迫撃砲 RT による射撃を行う96式十ミ 120mm 迫撃砲 120mm 迫撃砲 RT はタレスグループで開発された迫撃砲で飽和工業がライセンス生産したものを搭載している。 ターンテーブルに乗せられており、左右45度に旋回が可能だが、基本的な構造や、射撃能力は普通カレン体重迫撃砲中隊に配備されている、車輪式のものと変わらないが、車載用生体機が組み込まれている。射撃時には戦闘室情報と後方のハッチを開き、後方に向かって発射体制を取る。搭載する 120mm 砲弾は50発で、 戦闘室の左右に格納される。このほか自衛用 22.7mm 重機関銃 M2 を1丁、社長用キューポラに装備する。整列した96式自走 120mm 迫撃砲、予定通り、北海道の第7師団第11普通科連隊の重迫撃砲中隊にのみ配備された。全民装備の60式自走迫撃砲は、 第7師団の他にも配備されていることから、さらに生産して増備する構想もあったが、第7師団第11普通科連隊に次ぐ配備先になる、予定の第2師団第3普通科連隊は96、式装輪装甲車を装備する、装輪装甲車下部隊となる計画になったため、早期車両である本社を装備することはないとされ、増備の構想は解消し生産完了となった。 2002年の最終調達契約までの総生産数は24両である。ABC2010 陸海空自衛隊最新装備 JSDF ニューウェポンカタログ丸新春2月と区別号別冊付録時を処方2010年 ABCDEF パンツァー臨時増管陸上自衛隊の車両と装備2012から20132013年1月号アルゴノート車 P37 装甲車両、下記及び弾薬の開発、調達について、平成23年2月防衛省経理装備局、感染武器化防衛白書の検索。ありがとうございます。